天体望遠鏡の部屋。キャノン EOS7D 拡張ファームウェアマジックランタン導入編。2021年2月先日、天体撮影用改造を行ったキャノン EOS7D にオープンソースの拡張ファームウェアマジックランタンを導入してみたいと思います。純正ファームウェアから CF カード上のプログラムを起動する仕掛けのようで、純正の機能は基本的にそのまま動作するようです。ダウンロードページからナイトリービルドのページへ移動します。機種ごとにファームウェアのバージョンが指定されています。 7D の場合、なぜか最新のファームウェア 2.0.6 ではなく2つ前の 2.0.3 が動作している必要があります。インストール方法とアンインストール方法が記載されています。古いファームウェアはすでに本家キャノンサイトからは入手できない状態なので、ネット上を探してこちらのページからツールとともにダウンロードさせていただきました。こちらが 7D 用のファームウェア 2.0.3 のファイルです。このファイルを使ってファームウェアをダウングレードしていきます。CF カードのルートディレクトリにファームウェアを配置します。そして、充電済みのバッテリーとファームウェアの入った CF カードを装着します。現在のファームウェアは 2.0.6 となっています。通常のファームウェアアップデート操作を行い、2.0.3 のファイルを指定します。これが 2.0.6 から 2.0.3 へのダウングレード作業となります。更新が完了しました。カレンダーがリセットされるので、設定し直します。ファームウェアは無事 2.0.3 で動作しているようです。続いて
マジックランタンのインストールを行います。先ほどの CF カードを PC に接続してファームウェアファイルを削除します。そしてマジックランタンのファイルを CF カードのルートディレクトリにコピーします。再び CF カードを装着して電源を入れます。通常のファームウェア更新の操作を行います。するとマジックランタンの処理が動き始めます。まずロムの内容をバックアップしているようです。その後起動フラグがセットされ、リスタートするよう促されます。これで作業完了なので非常に簡単です。このままメニューボタンを押すと、純正のファームウェアの見慣れたメニュー画面となります。ファームウェアの表記が変わっているのがわかります。マジックランタンのメニューを呼び出すのは、ゴミ箱ボタンです。純正にはない多くの機能が追加されるようです。古い機種でもソフトウェアで分けるところが面白いです。まだ使い方がよくわかっていないですが、フォーカスに関する機能は気になります。ジョイスティックでフォーカスをステップ移動できます。
ライブビューでフォーカスがあった場所を強調表示できるのが特にいいです。もちろんマニュアルフォーカスでも機能します。設定項目が多くて圧倒されます。ソフトウェアでこんなに化けるなんて本当に驚きです。シャッターカウントとか内部温度など今まで確認できなかった情報もカメラ単体で表示できます。一応アインストールの手順も試しておきます。カメラ本体に起動フラグがセットされているのですが、純正ファームウェアを更新しただけではこれはクリアできないらしいです。ファームウェア更新手順に進むとリスタートを促されますが、アインストールする場合は画面下の現存カウンタが0になるのを待ちます。これで起動フラグが消去されます。電源を入れ直すと標準状態に戻ります。ゴミ箱ボタンを押してもマジックランタンは起動しません。ファームウェアの表記も純正バージョンの表記に戻っています。以上、マジックランタンを試してみた動画でした。